当たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。今回は日野町の洋菓子店富士屋さんへの会ってくれてありがとう。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは富士屋さんです。適度な甘さでオリジナルで作られたケーキは大変美味しいです。家族にも贈答にも喜ばれています。富士屋さん、お世話になります。ありがとうございます。まあ、お褒めの言葉いただいて、私もケーキ屋さんになって良かったと思います。皆さんにこう喜ばれるケーキ、あ、富士屋さんケーキ買うたら美味しかった、あげたら喜ばれたという声を聞くのが楽しみで、ケーキ作りに励んでおります。富士屋のオーナーの森田さんはチャレンジャー。初めて滋賀でチーズケーキを販売したのは彼だ。修業時代に神戸で働いた時に、そこで初めて作られたお菓子 で私食べてこれは美味しいなと思って、そして家も洋菓子屋してましたもんで、それで親父にレシピ教えて、で焼き方やら教えて、新製品ですって言うても、あ、私チーズ大嫌いわ、こんな臭いもんとか言うて、チーズと聞いただけで買ってもらえない時が長かったですわ。うん、まあよく売れるようになるまで、まあ、10年ほどかかりました。そして40年前には単身でスイスに洋菓子の修行に乗り込んだ。修行したとこは田舎や境に、バスや乗ったらもう子供らが振り向いて珍しいもん見るみたいにされました。富士屋の味は甘さ控えめ、世間が甘いお菓子が全盛の時代にあっさりケーキにこだわった。まあ、勇気はいりましたけどね、まあ、これやったら絶対いけると思ってさせていただきました。近年の人気商品に似顔絵ケーキがある。お客様の似顔絵や依頼のイラストをケーキにするサービスだ。予約の入らない日はないという。誕生日 その一番喜びは、箱から出してパッと見た時に、あ、私の顔やとか、僕の顔やとか、お姉ちゃんの顔やって、それで一つのこの話題作りができて、でまたこの誕生日会も楽しくなるように。森田さんのアイデアは止まらない。酒どころ日野の地酒とケーキをミックスさせた酒ケーキは全国菓子博で名誉大賞を受賞した。工場で作って、ですぐお店に出して、そしてまたお客さんと直接お話できて、で美味しかったわとか、こんなケーキ作ってほしいわとか、私はお客さんとこう対話しながら、お客さんにまた育てもらいながらケーキ作りをしたいと思っております。洋菓子店富士屋、会ってくれてありがとう。